言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、あのビルボードの新しいチャートが出ました。で、1月10日付と言いますか、まあ新しいチャートですね。 TikTok チャートの方が出ましてね、エディーボーイのお友達がなんと5週連続で1位です。これ結構やばいことで、ブンブンバックのもう使われている数もだいぶすでに超えているって話です。 TikTok の方でかなりバズってますね。はい、スカイハイがあの1月3日付のビルボード TikTok ランキングのやつを出して、あの4週連続1位って話で言ってたのがあって、でもそれの1時間か2時間後ぐらいに1月10日のやつがさらに出まして、TikTok チャートね、ビルボード5週連続1位になりました。はい、ちなみにチャートイン数としては6週目で、1週目はね11位だったんですよ。でそこから1位に上がったっていうね、まあなんていうか1がたくさん並んでいるのも、まあこれもなんかそういう、私も一応占いをやる人間として最近あまりやってませんけどねはい、まあ1が並んでいるという形で、エディボーイ君もね、まあ、うちのソータの名前本名でザ・ファーストね出てましたから、1っていう数字が並ぶのはすごく意味がありそうだなって思ったりするしね、いいんじゃないでしょうか。去年の段階で2024年に流行りそうな人っていう部分でエディーボーイの名前も出ていたところもあり、まあ実際あの若者のカルチャーの中ではお友達がかなりウェイトがでかいところになってるんだろうなっていう、 YouTube の方のあの再生回数もガンガン伸びてて、さっき Spotify ちょっと見ましたけどやっぱり伸びてますね。そう、まあすごいことになりました。若者、まあ、10代ですかね、基本的には TikTok 20代前半、まあ、10代から20代前半までぐらいの若者層っていうことか。うん、いやね、あのお友達、そうなんですよ。まあね、今回多分サムネイルで私のセンスがあんま当てにならないぞっていうのをちょっと痛感したみたいな感じで書いてあると思うんですよ。多分ここにもちょっとあの変な絵とか飾ってあると思うんですけども、まああのあれなんですよ、エディーボーイの満身創痍のアルバムも結構聴いてて、ギャラクシーとかね、あの浮いてるとか結構好きなんですけど、浮いてるなんかもねすごく良かったっす。なんかこう浮いてるっていうね言葉自体が、あのまあフライみたいな感じで、こうなんかちょっとイケてるみたいな感じの意味合いもありつつ でさらにこういろいろ音のエフェクトをいい感じで使って、ちょっとこうアップテンポで浮いてる感じのサウンドも使って、でまああの BMSG のリル・イタンジでございますから、まあイタンジ、まあね結局そういう部分で、まあ実際その多分他の学生とかからしたら浮いてる存在みたいな感じに捉えられたりとか、あるいはエディ君の中での自分自身のそういうものもあるかもしれない。私もね、あの浮いてましたからね。ただ浮いていたけどエディ君のような才能はなかった。まあ当時はラップとかをするっていうそういう考えもなかった。で、まあそれもあるんですけど、つまりお友達ですね。そんなに私最初あれピンときてなかったんですよ。ね、今となったら本当にあれなんですけども、うん、なんかちょっとポップ要素が強いなって思ったりとか、もっとなんかエディ君のあのラップをこう結構活かせる感じのとかやった方がいいんじゃないのかななんて、ね、思っていたんですが、もう気づいたら私のようなおっさんの考えなんかもうね全然何にも意味がないぐらいに若者層にバズり倒しまして、てかあの感性がそもそももう違うんですね。うん、ここがだからね、このまあ今回のことだけじゃなくて大人の感性とかで、あの、そういろいろ語っちゃいけないってとこなんですよね。あるいは、あの、音楽を実際にやらない人たちが、その音楽業界でも芸能とかでも、音楽業界も仕切っている、レコード会社とかもそれも仕切ってるみたいな。だから、そりゃまあ、アーティストの意見とか反映されずに、背広を着てる大人たちがやってたら、若者とかの、そういう気持ちはわからないし、ヒットだってなかなか飛ばせないですよねっていうね。あるいはその一つのヒットの法則を見つけてしまったら、まあおじさんや おじいさんはね、まあ女性もそうかもしれないけど、まあ安定を求めて冒険を嫌いますもんですからね、それはまあそのパターンをずっとやってしまって、あれですよね、スカイハイが言ってた成功パターンが90年代、まあ、80年代90年代日本の J-POP は非常にすご強い成功体験があるから、
それを踏襲してしまって冒険をしないみたいなこと、それで約20年間、まあ0年代、それから10年代のまあ中盤ぐらいまでずっとそういう感じでしたからね。うん、そうだからそういうことっすね。まあ自分のそういうところのセンスが当てにならないというよりは、まあ考え方が若者層とはやはり違うなっていうところを痛感した次第でございました。はい。まあとにかくね、でもやっぱりこういろいろちゃんと聞いてくると、エディボーイのお友達やっぱりいいなって思ってきて、それが若い者層にはその言葉のキャッチーさとか TikTok での使いやすさっていう部分とか、そういったところから来ているかもしれないけど、やっぱりそういうことなんだなって思いました。まあ1月のこのタイミングはね、リリース情報としても BE:FIRST マーゼルはじめとしてまだコア君が出したりもしてて、その辺もあるんですが、ソロアーティストが結構いろいろやっていくって感じになるのかもしれないですけど、まあBE:FIRST マーゼルに関してはちょっと1月の段階でまだリリースのそういう情報が出てないので、ただ私の記憶が間違ってるかもしれませんが、2週間ぐらいあんまり情報が出てこないねって言ってるのがあって、その後でバンと情報が出てきたイメージが多分去年かな。いや去年はでもブンブンバックがあったからね。うん、なんかまあとにかくそういう風に、マーゼルはまだデビューしてないしね、だからなんかあった気がするんですよ。どのタイミングか忘れましたけど、ちょっとだから今現在なかなかそういうリリース情報とかはそろそろ来てもいいかなって思いつつで、まあ今のところまだないと。ただね、 BE:FIRST は今ツアーの段階ですしね、だからリリースのタイミングでないっていうことは間違いがないのでね、そうマーゼルに行きたいかなっていうところはちょっと今ありますよ。マーゼルのレコーディングをしているっていうのをスカイハイが確か言ってたのでね、そう直也くん、早田くんを待たせてマーゼルレコーディングちょっと抜けてダイブトゥーワールド、ダイブトゥーザニューワールドのラジオを来たっていう話もしてたりとかしたんで、はい、楽しみですよ今後がね。うんっていう感じで、まあエディ君ね、本当に TikTok のチャートで5週連続これ本当にすごいことですよ。まあやっぱり BMSG 全体として最近は増えてきましたけど、若者層をもっと取り込んでいければっていうところ絶対にあって、それはだから BE:FIRST やマーゼルが率先してそこの部分を広げていくっていう形なのかなって思っていたけど、実はエディボーイがその役割いけるんじゃないかなっていう、そういう感じになってきましたよね。彼はラップのスキルのむちゃくちゃすごいところっていう部分はそうだけど、そうじゃない部分ではすごい等身大だしね。うん、だから同年代とかからこう憧れられる存在になったりとか、あるいはそれこそおそらくスカイハイやノベルコア君も思っているであろう、ヒップホップ業界への BMSG からのアプローチっていう部分で、その意味合いでいけるところありそうだなって気がしますよ。うん、なんかエディボーイ的な感じのラッパーっていうのはなかなか多分そんなにいないんですよね。あの年でも、まあ、結構そのハード路線だったりとか、まあ、がっつりとそのヒップホップのそっちの世界に寄ったり、まあ、もちろん自分自身のキャラクターを出すっていう部分があるから面白い存在になりそうだなって気がします。だからスカイハイやノベルコア君ができていないこともエディボーイ君ならできるかもしれないし、まあそんなことを思い起こさせますわね。だって実質やっぱりこの TikTok で5週連続1位っていう超バズり方するっていうのってなかなかできることじゃないですからね。ね、だから本当にそれこそ合宿で第3次審査でちょっとラップを間違えてしまって結局合宿までは行けなかったっていうところのね、彼ですけどむちゃくちゃ成長するなっていうことと、努力をして行動をするっていうことが本当に何かになるっていうことを証明してくれたっていうところで、なんか勇気を与えられる存在っていうところで、ヒップホップヒーロー的な部分としても本当になんかそういう意味合いも持ってきそうな感じがしますよ。ビジュアルもね、もうどんどん良くなってますからね。もともと可愛いですけど、最近はかっこよさっていうものも出てきたりなんかしてる感じがいたしますわ。はい、そんな感じでした。で、私のセンスは当てにならなかったっていうところね。まあまあそういうこともあるでしょうと。でも結果的に今はお友達好きですから。はい。私がお友達少ないからあんまり最初ピンとこなかったかな。なんつってな。はい。自虐ネタを最後ぶっ込んで終わります。
はい、で私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。